男の子がドキドキしちゃうような、まあ、そういう言い方です。あとは年下の男の子がすごく頑張ってるのを見て、あらあらこんなに頑張ってっていう、そういう優しい感じの時にも使います。これ俺が言うの、これ使う場面ある。次は鬼滅の刃っていう今人気のアニメからのフレーズ2つで、判断が遅いと鬼なんかになるなです。判断が遅いは分かるよ。鬼なんかになるのは無理でしょ。この鬼滅の刃は主人公。Es que yo estoy tratando de pensar cómo voy a hacer que la conversación fluya hacia